北田康博は日本のバリトン歌手、ピアニスト、福音歌手、人権講演家。徳島県生まれ、未熟児網膜症と医療ミスが重なり、5歳で失明する。徳島県立網学校在校中、12年間の過酷な寮生活といじめを経験した。10歳の時に両親が離婚する。多くの苦しみを不屈の精神で乗り越え、 独学で習得したピアノを専門的に学ぶために、単身上京をし、筑波大学附属盲学校に入学し、足立金日、瞳どもに支持する。2年間の音楽教育を経て、武蔵野音楽大学に、主席で入学し、若尾照子、マックス・マルティンシュタイン、中山文優らに支持する。武蔵野音楽大学中、荒垣務と信仰を持つ。1990年3月に、 武蔵野音楽大学を卒業後、ピアニストとして、同年11月4日、東京、音楽のトモホールにて、デビューリサイタルを開く。その後、ピアノと歌と、おしゃべりを交えた、独自のコンサートを行うようになる。1993年4月、日本バプテスト連盟所沢キリスト教会で受選し、東京バプテスト神学校で進学を学ぶ。賛美伝道者として、 全国のキリスト教会でチャペルコンサートを行っている。また、全盲の視覚障害者として人権講演会を行っている。心の瞳トークコンサートとして歌とピアノとおしゃべりを織り交ぜたコンサートを展開し、心に響く歌声と力強いメッセージを通して多くの人々に希望の光を届けている。未熟児盲膜症で生まれ、医者の不手際により5歳で失明した。 医者に治らないと宣告されても諦めきれない母親は、息子の目が見えるようになるならと、ありとあらゆる宗教にすがり、お金を注ぎ込んでいく。一方、父親は、養理業で一攫千金してから、金の亡者になっていく。毎晩飲んで帰っては罵声を上げる父と母の悲鳴。幼少時の北田は、押し入れで震える毎日。そして十歳の時、母親は、無一文で追い出され、 すぐに、ママ母が家に入り込み、いびりが始まった。6歳で、盲学校に入学、13年間の寮生活を送る。心の鬱憤を、音の出る、あらゆる楽器にぶつける毎日。音楽だけが友達だった、学生生活。いつもいじめられた、苦い過去。自分だけがどうして、ぶつけるところのない苛立ちばかりが募る孤独な日々を、過ごした。 しかし、高校入学と同時に転任してきた、吉村先生がいち早くその音楽の才能を見出し、しかも生徒としてではなく、一人の対等な人間として、語りかけ、親身に耳を傾け、音楽をもっと伸ばすことを進めてくれた。そこで得た自信と、自己肯定が一つのターニングポイントとなり、暗く閉ざされた心に、希望の光が差し込むのを感じた。徳島県立盲学校から、 全盲学生として初めて、武蔵野音楽大学ピアノ科に入学する。初めて見えるものばかりの世界を経験し、自分の目が見えないことを本当の意味で実感した。暗闇のどん底に突き落とされたような無力感と挫折感に打ちのめされたその時、第二の運命的な出会いを迎えた。入学試験の時に一緒になった年上の視覚障害者、荒垣務との出会いである。 共通点の多い境遇、そして音楽が二人を強く結びつけていった。母は辛いどん底の生活から這い上がり、美容師の資格を得て、徳島で小さな美容室を開業していた。息子に会うことだけを夢見て、昼は美容室、夜はスナックという働き詰めの生活を送っていた。息子の大学卒業を機に上京し、20年目にして再会を果たした。 2002年10月、命の電話主催のコンサート出演のため、18年ぶりに徳島へ行った際、父親との再会が叶った。和解したのもつかの間、2005年6月、脳一血により急性した。借金しか残さず、実家も他人の手に渡り、片身は二つの小さな石だけだった。それは手先の器用だった父が川で拾って採工したものだった。 葬儀は毛嫌いしていたキリスト教式で執り行われた。詩式は盲学校時代の恩師、吉村隆夫が執り行った。父はずっと吉村を嫌い、聖書も賛美歌も奪い取って、吉村の話すキリスト教に対し固くなに反抗していたが、吉村は北田の家族のことをいつも祈り続けていた。北田の父は亡くなる前に孤独に打ちひしがれ、 吉村に電話して、助けを求め、家に来て話を聞かせてほしいと願った。吉村の祈りが聞かれたのだと思う。キリスト教式で葬儀を終え、教会墓地に眠ることになるとは想像だにしなかった。コンサート活動の評判を聞きつけた、レコード会社プロデューサーの目に留まり、2004年に CD、小鳥が空をで、メジャーデビューを果たす。続く2枚目のアルバム、 心の瞳を2006年8月に発売する。父親の死を通して学んだこと、世界平和への祈り、子供たちへのメッセージなど、多くの祈りや希望を込めている。2009年8月、3枚目のアルバム、藍色の旋律、愛、祈り、平和、自由を発売する。星野富弘作詞、ブギワ作曲の母参照や、被爆ピアノに捧げる曲などを収録する。 2010年には、デビュー20周年記念アルバムとして、マインズアイマインズアイ心の瞳を制作し、コンサート会場限定で、販売開始する。2012年3月、東日本大震災から1年を経て、自分にできることはないかと模索し、初の賛美歌、CD 人生の海の嵐に、を制作する。2016年、アルバム、マインズアイと、 藍色の旋律の内容を一部変更して見上げてご覧夜の星音旅立ちの日にとして再リリース。2018年6月2枚目の賛美歌 CD アメージンググレースをリリースする。ありがとうございます。